こんにちは、ヨッシーです。本日は、デザイナーの紹介をしたいと思います。本日紹介するのはロンドンのデザイナーリアム・ホッジスというデザイナーになります。まあデザイナー、ブランドですね。ブランド名でもありデザイナー本人の名前でもあるんですが、リアム・ホッジスさんです。で、彼はですね、2014年の SS からデビューしております。デビューって言っちゃいましたけど、ロンドンのファッションショーでデビューしています。で、彼のコレクションはですね、ヒップホップとかパンクとかゲリラ民兵みたいなモチーフが非常に多くてですね、まあどれも強めのカルチャーです。カルチャーというか、ゲリラ民兵に関してはカルチャーとかそういう問題ではないんですが、ヒップホップパンクっていうのも、ね、カウンターカルチャーなので、そういうものの、テイストを取り入れながらコレクションをしています。で、彼の服は、変わったデザインも多いですが、かなりデザイナーとしては実用的な服が多いブランドになります。で、その中で、いろんないい服いっぱいあるんですが、僕はこのディッキーズコラボの再構築シャツがすごい好きで、これが本当にドストでですね、めちゃくちゃすごい、ボタンが一個一個違うのすごくないですか。これすごいですよね。まあすごいばっかり言っててあれなんですけど、彼はフィラともコラボしています。フィラとコラボして、洋服とか靴も作っていたりですね、結構多岐にわたる活躍を見せております。国内だとそんなに扱っているところがない印象なんですが、非常にかっこいいデザインが多いんですね。こういう再構築ものって僕大好きで、自分でもリメイクして作るからっていうのもあるかもしれませんが、その元々の既存のものを壊して作り直す、まあスクラップ&ビルドみたいなものに非常にロマンを感じるんですね。それはやっぱりパンクの精神であったり、パンクってやっぱりもともとよく吹き裂いたりとかして、でそれを安全ピンでつなげたり、世の中に対するカウンターカルチャーそのものですから、で既存のものを壊して再構築するっていう、こういうものにすっごい惹かれるんですね。なんか僕の印象だと割とイギリス系のデザイナーさんは結構こういうのやってくれる印象がありますね。他にもイギリス系だとですね、マハリシーなんかも再構築というか、再構築という言い方はしてないんですけれども、アップサイクルっていう風に表現してますね。あんまり日本に入ってこないですけど、意外とリメイクのイメージないっすよね、マハリシーって。だからイギリスのブランドそういうのもありますし、僕結構好きなんですが、クリストファー・レイバーンというイギリスのデザイナーも再構築系ですね。あの方のミリタリーの解釈っていうのは独特で、モンクレージーニアス、あ、じゃあジーニアスじゃない、モンクレー R かなのデザイナーもやっておりました。かなり新進系のデザイナーで優れてる方ですね。ちょっと話はそれましたが、やっぱロンドン系の方、ロンドンのデザイナーの方ってやっぱしパンクっつったらやっぱロンドンのイメージありますよね。まあステレオタイプなイメージではありますが、そういうカルチャーを持っている街に生まれてそこで育つとやっぱ根付くんですよね。スクラップ&ビルドというか、再構築して作り変えるみたいなものが根付いているので、まあ自然な流れなのかな。そういうデザイナーがそういう風にデザインしていくっていうのは自然な流れなのかもしれません。で、まあちょっと話長くなっちゃいましたけど、今回は、このディッキーズコラボのシャツです。今季のものではないですが、すごい好きなんで紹介したいと思いました。袖がかなり長いんですよね。袖が長めなのもかなりパンクっぽいですよね。で、色がもう部分的に違くて、全部ディッキーズの生地でもちろん作られてるんですが、ここにはポケットがあったりですね、何気実用的なんですよ。下の方のカットはアシンメトリーになっています。丈と袖は長めに作られていますが、肩はそこまで大きくなく、さすがデザイナーズといったシルエットが生まれています。バックのパッチが逆につけられていたりとか、いろんなギミックが効いていて楽しいシャツですね。
回紹介したのはリアム・ホッジスの作るディッキーズのリメイクのシャツですね。彼のコレクションで、15AW あたりとかにですね出していた左右非対称の再構築スウェットとかもあったんですよ。あれもすごいかっこよくてですね、デザイナーっていろんなタイプの人がいると思うんですよね。こう家にこもって自問自答しながらこう静かにこう物を作っていくタイプの、静かにというか、まあコレクション的にもなんかこうそういうコレクションが多い人と、まあ、あの俺はこれがやりたいんだっていうのがこうバーンって出てる人と、なんかクレイグ・グリーンとかリック・オーウェンスみたいにこう外側に拡張していくような服を作る人とか、まあ、いろんな人がいると思うんですけど、その中で言うとあのリアム・ホッジスの服って意外と分かりやすい服が多いです。あの、まあ、個人的な主観なんで人によって異なるかもしれませんが、あこういうことを表現したいんだろうなとか、まああのまあ、これも再構築系ですよね。まあ見りゃ分かるよっていう感じだと思うんですけど、袖が長いあたりちょっとパンクな感じだったりとかしますし、あのやっぱデザイナーズだけあってですね、ただの再構築というよりこのシルエットも非常に綺麗なんですね。この肩のラインとかもですねすごく綺麗なんですよ。そういうところも気を使っているし、ただこう荒々しいだけじゃないんですね。やっぱブランドがやってるからクオリティにも気を配ってるっていうところがいいところだと思います。そんな意外と外人のデザイナーとしては分かりやすいコレクションをやってくれるリアム・ホッジスさん、彼のこういうパンクとかヒップホップのカルチャーがこう随所に見られる服を、まあテックファッションとかですね、まあそういうものに合わせてもいいと思うんですよ。なぜかというとテックファッションもある意味ではモードな服みたいな感じじゃないですか。リアム・ホッジスの場合は何度も言っていますが、ヒップホップやパンク、ゲリラ民兵とかそういうバックボーンがありき でさらにこういう再構築とかをやっていますよね。でテックファッションっていうのはあの高機能な素材を使ってどちらかというとミリタリーとかモードの要素を取り入れた洋服が多いです。なのでお互いにこうバックボーンがやっぱあるわけですよ。パンクと、あとはヒップホップやパンクと、あとはミリタリーやモードっていうものがあるわけですよ。相反するようにも思うんですが、再構築自体相反するものを混ぜ込んだりすることが多いので、まあ、日本もですね独自の文化っていうのもありますが、ミックスカルチャー得意じゃないですか。あのコーディネートめちゃくちゃうまいのって僕日本人だと思ってるんですよ、うん、これは賛否両論あると思うんでちょっとあれなんですけど、あの世界のこう主要都市って僕割と行ったことあるんですよ。ロンドンも行ったことあるし、パリも行ったことあるし、ニューヨークとかも行ったことあるんですけど、どこが一番おしゃれだったかって聞かれたら僕自信持って東京だって思いますね、はい、あの人はかっこいいのはやっぱね、そのスタイルは向こうの方がもちろんいいですよ。だけど洋服の合わせる前では僕日本人だと思うんですよ。なんでかっていうと日本発信のものっていうのは少ないですけれども、それらをこう取り入れてミックスさせてあのコーディネートするっていうのはすごい東京の人、まあ東京の人って言っちゃあれですけど、まあ、こっちの人日本人は上手だと思うんですよ。そもそも洋服っていう文化自体洋って言ってますから、日本の文化ではないわけですからね。日本の文化和服ですから、もともとないものがこう入ってきて、まあ侍だけどブーツ履いてるみたいな人だっているわけじゃないですか、いたわけじゃないですか。だからそうやってですねないものをこう取り入れて自分なりに解釈噛み砕いてこう表現していくっていうのは僕ら得意だと思うんですよ。01は苦手だけど1から2とか3は得意なはずなんですよ僕らって。なのでそういう相反するものを取り入れながらファッションを楽しむっていう意味では僕は相性がいいと思っています。日本人にも非常に相性がいいと思っております。こういうミックスカルチャーというかですね、カルチャーやあのブランドをあのえこれとこれ合わせんのみたいなものもガンガン合わせていくのが僕ら日本人の節操がないと言われるかもしれませんが、あの良さでもあると思いますんで、アンバランスにバランスをとってファッションを楽しんだりするのもあのいいと思っています。今日はどうもちょっと最後後半ちょっと思いが強くなって熱くなっちゃいましたけど、ご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram やっておりますので、ぜひそちらも登録をよろしくお願いいたします。動画を続けるモチベーションになるんで、ぜひコメントいただけると嬉しいです。どうもありがとうございました。